不合格。嘘だろ。ってことにならないようにしっかり準備しねえと。どうしたボルト、ボケっとして。就任試験の準備は整ったのか。お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それではこれより中任試験第一次試験を始めます。下任の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。これ、なんだっけ？確か、この答えは…これは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。
よくやったぞお前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をかけろ。はい。いらっしゃいませ。またのお越しを。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中任試験、第二次試験は旗取り。この葉隠の里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。
制限時間内に規定数集められれば合格。集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ。この二次試験、そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。ミツキ、こっちはどうだ？まあまあかな。そっちは？バッチリ順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。順調順調。よっしゃ、やったぜ。設置したわ。まだまだ集めるってばさ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。この二次試験でも活躍してるね。俺には目標があるからな。っていうかお前はどうなんだよ。ちゃんとやってんだろうな。心配せずとも君の迷惑にならない程度に頑張ってるよ。このま
ままじゃまずいかもしんねえな。急がねえと。ゴールデンフラッグ回収。次のゴールデンフラッグよ。サラダ、ちゃんとやってるか？はい、そこまで。試験終了。かかれば楽勝だってばさ。やったなお前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五賭けが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ、とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自、今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わかってるよ。ついに修行で得得した螺旋丸を使う時が来たな。え？七代目の前でバシッと決めてやれよ、これ。そうだな。一対一なら君と戦うかもしれないんだね。そん時はお互い手加減なしだ。君を相手に手加減なんてできないよ。ついに来たわね、三次試験。七代目に見てもらえるチャンス、しっかり生かしなさいよね。んなこと、お前に言われなくても分かってるってばさ。ただいま。おかえりなさい。
あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いにわざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。クソ親父。じゃあ行ってくるってばさ。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。
遅刻じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負となる。お前たちがどこまでいけるかしっかり見せてもらうからな。これもう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより10人選抜試験第3次試験を始めます。木ノ葉学園渦巻きボルト、雲隠れユルイ、ウエス、それでは1回戦始め。
開始。爆発するのかよ。コノハの仕事だ。しょぼしょぼだろ。俺が全員ダジっちゃうよ。ダジっちゃう。一網打尽ってことだよ。ダッセーんだよ。何でも省略してんじゃねえ。付き合い水よっと。これで決まりだろう。付き合い。めちゃ弱だな、この葉隠れの忍びはよ。そこだ。よいしょ、よいしょ。そこだ。そこだ。ちゃんとの修行を乗り越えたんだ。この俺がこんな奴に負けるわけね。そうだよ。これで決まりだろう。付き合い。よし。よし。よし。眠るわけにはいかねえ。俺はまだやれる。おいおい、まだ立つのかよ。好きなやつ。よいしょ。よいしょ。よっと。よいしょ。やっ、やっ、行く。これで決まりだろう。付き合い。付き合い。結構やるじゃん。てめえは。最終的に勝つのは俺だけど。
悪い、俺の方が雲隠れの忍びをだじっちゃいそうだな。チャライだっけ？ゆるいだ。勝者、この破格で渦巻きボルト。それでは次の試合を始めます。対戦者、マリア。おい、ボルト。どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。だが、のんびりしすぎるなよ。わかってるってばさ。休憩はもういいのか？次の対戦相手は鹿丸さんのご子息、奈良鹿大だ。同じ木の葉隠れの忍びである以上、あいつはお前の手の内を知っている。気をつけていけよ。お、ではこれより中忍選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ渦巻きボルト。おう。同じくこの葉隠れ奈良鹿大。両者準備はいいですね。それでは始め。
開始。めんどくさがりのお前がここまで勝ち抜くとは思わなかったぜ。住人になれなきゃなれねえで言うけど、サボるとなんか怒んだよ。ちょろいか、ちょろいんだよ。こいつやっぱ親が親だけにいいセンスしてやる。やったやつだ。やった お前こんなに強かったっけ。いや強かったことは間違いねえが、違和感あるんだよな。やった父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった、ギブアップ。よっしゃ！勝者、この葉隠れ、渦巻きボルト。次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良歯科大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ、片付け。ボルト君が優勝できなくて
私も誠に残念ですよ、七代。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこで五影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学忍具の逃げろ。てめえら何者だ。でかいやつが大筒木錦式、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか。ああ、ついさっきな。やつらについても記されてあった。狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。かぐやが残した巻物にはやつらがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その身をどうするんだ。タンを錬成するらしい。さよう、これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。にらみつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます。衣を汚したくはなかったが、まあいい。たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども。我の手により葬られることをな。サスケ。ああ。
開始。まさか後ろでお前を襲ったやつは戦闘力はかなりの気を抜け。準備完了だ。我を一緒にするな。春を食した我とやつ次元が違うぜ。雨の手力、雨の手力、取らないで任せろ。準備完了だ。やめろ。ほとんどが逃げ出してる。あと少しだけ持たせればいい。ナルゾックラマ、俺とサスケ相手にここまで。とんでもねえ奴らだ。粘りますな。うん。
ならばこうしよう。どうせこの苗床をきれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬな。サスケ、あとを頼む。わかった。行くぞ、クラマ。黙ってねえだろうな。いざなると。ボルトン、よかった、気がついたのね。ここは君の家だよ。俺のひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。7代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。ボルト！